突然ですが、あなたはトーキング FM をいつから聞いてくれてますか？いつから聞いてくれてるの？来週、ついに、トーキング FM は、通算、1000回目の放送に到達します。すごいね。1000回だってよ。そこで来週に向けて、あなたのトーキング FM の思い出メールというものを、これ先週から募集してると。はい。思い出メールね。どんな来てんの？まあ、それはいろんなことがあるでしょう。茨城県、水戸市の、リコちゃん26歳会社員女子。放送1000回おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もうあなたのおかげ、リスナーあっての、ラディオ、トーキング FM。私は母の影響で聞き始めたので、物心ついた時からトーキング FM はいつも日曜日の4時にある感じです。ほら、もう焦点だもんそうですね、物心ついた時からサザエさんですよ。はい。印象深いことはいろいろありますが、一番は私が小学生の頃、母親の出した手紙が読まれたことです。すごい。確か桜坂の感想メールだったと思います。家族で車で聞いていて、突然母の名前が呼ばれて手紙を福山さんが読んだ時、母が車止めてと父に頼んで道路脇に止めて聞いたのが今でも忘れられません。福山さんが手紙を紹介してくれた後、車の中で家族全員から拍手が沸き起こり、母が涙を流して喜んで、お母さんも泣くんだ、お母さんが泣いていると思ったのを今でも覚えています。今は私も大人になりました。高校生の頃から母といつも二人でライブも参加させてもらっています。ありがとう。いつからかライブの会場でトーキング FM が聴けるようになって、それも楽しみで、チケットの狙いの一番は日曜日、取れた時は早く行くようにしています。あら、ありがたいね。福山さん、これからもラジオもライブももちろん他のお仕事も頑張ってください。末永くきっと永遠に応援しています。いいね。はがきが読まれた後、車の中でいい話だね。ありがとう、リコちゃん、いい話。来週以降ね、じっくり紹介したいと思ってます。いろいろあると思いますよ。はい。僕ね、何度も言ってますけど、僕の思い出は君に預けてるからね。そうですね。俺の思い出は全部君が持ってていいから記憶を預けといて。そうだよね。俺それがあるから安心して物事忘れられる覚えておく必要がないわけ俺は。まあ、ありがたいよ、ね、ありがたい。こんなありがたいことないよ。覚えててくれるのもみんなが、うん、リスナーのあなたが。そうですよね。あれなんだったっけって言ったら、ほらあ、これね、はいはい、あれどこ行ったかなって言うと、あ、これねっつう、大船に乗って忘れることができるそこに関してはもう頑張る気持ちが全くすいません、本当ありがとうございます。本当お世話になってます。